ソドー島の美しい朝だった。今日もトーマスは兄とクララベルと一緒に元気に視線を走っている。トーマスの青いボディが朝日を浴びてキラキラ輝く。彼はとてもいい気分だ。僕は自分の茶色が一番好きだ、トビーが言った。僕はずっと緑だけど、別に他の色になりたいとは思わないな。分かったよ。でもとにかく青い色は役に立つ機関車の色なんだ。誰だって知ってることさ。トーマスはプリプリ怒って言ってしまった。パーシーとトビーは顔を見合わせて笑った。しばらくしてトーマスが休んでいるとパーシーがやってきた。パーシーはホッパーから貨車に石炭を積み込み始めた。トーマスは相変わらず生意気だ。気をつけろよパーシー。このバカな貨車の奴らは何をしてかすか分かんないぞ。言ってろ言ってろ。貨車たちは言い返した。その車止めにも気をつけろよ。パーシーが貨車に押されてぶつかると石炭が山のように落ちてきた。パーシーは心配なものの笑いをこらえきれなかった。トーマスの青いボディは上から下まで石炭の粉ですっかり真っ黒けになってしまった。これじゃもう役に立ちそうにないね。君の自慢の青いボディが台無しだもん。君はわざとやったんだろう。これを何とかしてくれ。トーマスの掃除に長い時間がかかったので、次の発車時間に間に合わなくなり、代わりにトビーが兄とクララベルを引くことになった。かわいそうなトーマス。兄がクララベルにささやいた。その夜トーマスは不機嫌だった。トビーはそれをとてもおかしがった。パーシー、あの事故は君のせいなんだぞ。それを聞いてパーシーは怒った。とんでもない、君が貨車たちを怒らせたんじゃないか。ひどいよ。次の日、トーマスはパーシーが連絡駅からクタクタになりながら重い貨車を引いてくるのを見て少し気が晴れた。水を飲めよ。そうすれば元気になるぞ。機関士が言った。給水タンクは大使船の端にあったが、ここの車止めは壊れかけていた。パーシーは近づいていって初めてそのことに気がついた。だがもう遅かった。助けて。車止めは壊れ、パーシーの車輪は石炭に漏れてしまった。トーマスは出発する時間になった。彼は何もかも聞いてしまった。パーシーもいい経験をして勉強になっただろう。その夜、トーマスとパーシーは仲直りをした。僕はわざとあの事故を起こしたわけじゃないんだ。ねえトーマス、分かってくれるだろう。もちろんさ。僕もからかったりしてごめんね。君の緑色のボディも素敵だよ。